えい、十二、hey. 月二十六日のしゃべりすぎゲイモえ。<laughs> ようようこそ。まあ今年最後、今年最後だね。ク、ねはい、ラブちゃんがいない最後なのに。うん。 よかったね。えっとまあ2017年はもう大体これで終わっちゃうんですよね。あと数日間でもう皆さんおせち料理とかの準備してるんだろうしなのでまあ今回今週遊んでるゲームじゃなくて今年遊んでるゲームでもないし今年はまあ思い出に残った瞬間。

いろいろありましたと、2017年いいこともあれば悪いこともあってムカついいいてる人も多と思ますなんで印象に残った瞬間だから別にゲームに関わることは何でもいいんですよ、ゲームに負けたでも勝ったでもゲーム勝って残念だったとかでもいいし、あとイベント行ったら人混みでできなかったりとかでもいいんでそういうの何でもいいんです。 そうですね、まあ、2017年で、ね、いろいろあった、えー、1年だったんですけどゲームでいうとすごく素敵な作品いっぱいあったしそうですねいっぱい出ました、うん、まあその辺はねゴーティーがあるんで、うん、我々の企画としてまだ発表しないけど <laughs>、うん、見てってくださいってことなんですけど、うんうん、ちなみにゴーティーに関してね、あのー、そちらに関しても、えー、しゃべりすぎゲーマーのバで番外編でやりますそれはもしかして 1>, 1月1日ぐらい来年見てくださいってことですね。とはいえ、まあ、i g n j a p a n は、ね、まだまだ新しいサイトというか、うんえー、特に日本版は1年ちょいしかたってないので今年フル、ね、1月から12月までのフルの1年でいうと。 初めてですね。僕らには。で、このチームもまあチーバさんが入ってこうチームのなんていうメンバーが揃ったし、あのなのでいろんな意味でこうなんていう思い出思い出の深い一年になったの。いろあったしもうね思い思い返すのめんどくさ。もあんまりもうね何が2007かわかんないんだもん記憶の中で。まあゲーム業界でいうとねやっぱ。 まあ一番多分大きかったのは任天堂の e n d o の復活というか、ね、もうかなりの感覚だったんですね。今年まあ2017年のこう始まる頃にスイッチはここまで成功になると多分まあ想像にも。 なかったんじゃないかな。なので、なそうですかね。あでもえっと三月に発売でしょ。そうですね。えで一月ぐらいにさえっと発表会で発表にての発表があったじゃん。はい。であれはえっと野口君とグラとダニエルと四人で行ったのけ？そうですかね。多分四人だったとます。もう明けで誰かです。まあでもあれは結構結構なんていうかね。E3 とかと違って。 多分一回しかないよね。そのローンチ前の発表会っても、だからそういった意味では結構貴重なんだけど、記憶に残ってることほ言うと、その発表会が始まる前にずっと並ばされて、ずっとなんか音楽がガンガン鳴ってて、あ、えっと大したけ、なんかライブというか DJ、DJ 回してましたね。新人新しでしたっけ。あ、まあでも DJ が回して、たのがすごい、なあ、あ誰も知らないとも言った人いが確かに。メディアの人しかいない。結構 なんか任天堂の割にはイケイケな雰囲気でそうですたね。うん、イケイケな雰囲気です <laughs>、うん。言えると踏んでたのよな。まあステージショーもあの任天堂さんってさ最近 e3 だったらこうデジタルイベントやったり、基本的にこうまあステージの上に立ってて、うん、あのねこうメディアとかにこう喋るのは最近ちょっと珍しいものなんですか。なのでまあすごくなんか。 まあプロダクションはちょっとやりすぎたところもあったんですけど、こう、ううッまあでも、なんていうんですかねこう、どう期待すればいいかなと始まる前に思ったこともあったんですけど、実際、こうガンガンガンで面白い発表、うん、い,っい,いっぱいいっぱいいっぱいあって、うん、やっぱこのハード、最高に面白そうと思ったと。 まあゼルダだったりその時までそこまで期待してなか個人としては期待してなかったけど、うん、ゼルダファンそこでもないしだけどその発表を見てうわーと思ってこれはやりたいなと思ったり。うんうんうん えー、須田さんもね、ステージに出てて、ね、ノーモーヒーローズの話して、<laughs> 個人としても一応よろしかったけど、須田さんは出てきて、ノーモーヒーローズの話したっけノーモーヒーローズと言わなかったけど、トラヴィス,ス,、ね、スは、ビスとまあと何も言わないけど登場したのが、 そんな人いるが名越さんはもスポットライトを浴びてるだけだった。確かに。何の発表もなかった。そうででもまだ発表ないまだないんですよね。あの時急に出てきて、名越さん黒いなぁみたいなだけ思って、何かあんのかってなるほど。そうでしたね。立ってるだけでやっぱりインパクトありましたね。まとはいえね、あのニンテンドさんって最近だと、ま特に Wii U 時代なんですけど、サードパーティーの扱いはちょっといろいろ。まあ 大変だったのはあれだったんですけど、まあ、今までねこうスイッチの結構もうガンガンこうサードパーティータイトルも出てるとか発表されてるとか、うん、まあベセスタも含めて EA も含めてはい、はい、だからあのそのイベントでは EA も参加したり Sega も参加したりあのそういう意味ではすごくなんかその辺の種がもう見えてきたっていうかうやっぱり今回なんか違うかなという印象がありましたねちなみににあのイベントってさ,のびさんには多分、うん あ去年のゲームショーもあったっけ、まあ、あのこうそういったイベントの取材の経験として初めてじゃなかったけどないで,すか 2>, で、まあ、2回目だったと思いますまだ23回目ぐらいの時で、はい、すごい大変でしたねやっぱりカメラ回しながら取材もしなきゃいけないっていうのはあったけど、はい、でもあのダニエルさんとかと大体一緒に行動してね、うん、お客さんの様子撮ったり、うん、なんか1回その行列があってで行列の横にエスなんていうんですかあのエスカレーターじゃないけど 平面のエレベーターじゃないけどなんか歩く歩道です歩く歩道かあれに乗って取るっていうのはちょっと面白かったです回して回してお客さんのパンパンするような感じでトラッキングしとる本当は転がすやつなんですねそうですねドリでしょドリそういう経験もあそこで初めて積んでいろいろはい学ばせていただきましたねうんうんうんそうですかね。 じゃあどうしましょうまあ一人一っ子とか何でもいいよ、いつからでも。じゃあ野口さん、今年一番印象に残るものて何でしたうわ、ざっくりしてるな。えっとでも仕事関係でお願いします。ゲーム関係だもプライベートでやって話でもいいよ。でもやっぱり E3 でしたかね、ロサンゼルス行ったのも初めてだったんですごく楽しかったです。ででもすすごく大変だったんけど あの仕事の最中というか取材中とかでも思い返してみればすごい楽しくていい経験だったなと思いますね。えっとまあその外国の雰囲気というかっていうのはあるんですけど、うん、その本場の E3 の生の会場というか実際にあそこに並んで遊ぶっていう経験はまあ、まあんまりないだろうなと思うしで実際あそこ行った IGN の人とも会えてそのピアー・シュナイダーさんとか。 あの皆さんがね大好きな4コマのおなじみの方とかに会えたり <laughs> とにかくいろんな刺激があって楽しかったですね。うん 飛行機は大変でした。飛行機は大変です。長時間フライトって意味ですか。あんなに辛いとは思わなくて。辛かった、こいつ。それそれも初だった。うん、そうです。何十時間とかは初めてでした。まあいまだまだ短いです。イギリスもっと遠いよ。そうや、まだますごいな。東海岸とか。そうそうそう。東海岸とか。そうなんですね。しかも直便だったし。え、あ、そうそうそう。いや、まあでもあまり関係ないけどか 一旦休めるんだったら、休んでんだ方が楽だけどね、ね、うん、あんま変わらなきゃね。いや、っていうか、まず、うん、まあ、あの飛行機の話で言うとね、はいはい、もう、あの倉部さんに。え私の足を、座られて。<laughs> あの、なんか彼は寝ながら、彼は寝ながら、僕は彼の、あの奥さんだと勘違いして。ラブさんがね、勘違いして、触ったんです。そこから、そから、もう一週間一緒に、あのホテルの部屋、シェアしなきゃいけない。と怖いですね。まあ、でも、その、その飛行機を降りて、すぐに当日に、えっと、レイのあ、そうだったでしたね。そうでした。当日でしたね、本当に。で、間に合わなかったんですよね。け、間に合わ、間に合わ、間に合わなかったんでした。 うん、なんかあのイベントがち,ちょっと不安かもしれないそうそう,そう,そう、ね、よく分かんなかったんだよでそのまま当日撮って当日しゃべりすぎも撮って <laughs> <laughs> 本当大変でしたけど、はい、まあ楽しかったです本当にあなるほどね 僕ですか。僕はですね、まあ、いくつかありますけど、まあ、今のイスイの話だと。あの、しゃべゲームは毎日配信しましたけど、だんだん疲れていく様が、かなり印象。に後半のテンション、すげえなみたいな。似てる側でしょ。そうですね。確かに。す、あき、疲れが尋常じゃないくらい出てる。いや、まあ、まあ、疲れるよ、本当。 まあ、それが印象で、まあそいい、それはいいっす。E. E. C. は特別激しいですね。<laughs> なぜかっていうと、うまあね、まず、普通に仕事だけでいうと、そこ、こう。発表の、あの、量は半端ないじゃないですか。まあ、すごい数じゃないですか。で、それ対応しなきゃいけないところと。うん、ええー、まあ、E. C. 自体が三日間だけなんですけど、はい、その前の、こう、いろんな、まあ、カンファレンスがあったり、イベントがあったり。 まあそれもあるし、まあ、それもちゃんときちんとカバーしなきゃいけないということと、はいまあね、記事も動画もそっちのうが重要ぐらいまである、うんうん、あるとはねこう海外にいただけそのまあ長時間のフライト乗って体が疲れてるというところとあ毎日せっかくこっちにいるんだからみんなとこう IGN の本家の皆さんとかうん、うん、いろんな国から来て。 ってたし、うん、IGN の、えー、イスラエルだったり、はい、IGNUK だったりだからみんな集まってる中で、うん、まあどうせねこう一緒に飲みに行、ね、か,かないとうん、うん、まあ、もったいないっていうのもあるしあの、えー、公式的なこうイベント、うん、あのパーティーとかあったりいろいろあって、うん、もうすっ 疲れる <laughs> でも <laughs> 超楽しいから <laughs> 楽しかったですね楽しいからこう仕事、うん、仕事だけど楽しくできて、うん、あの疲れはそんなに感じないですね終わってから感じる終わってから <laughs> あ<ー>後からねあ,あ後からまあっていうのは印象,、まあ、印象に残ってるんですけどもう一個思い出に残ったのだと「えー、と東京ゲームショート UBI day」えー に、えっと、<ー>行ったんですけど、その時のレインボーシックスシージの盛り上がりですね。人気があることは知ってましたけど、やっぱ改めてその場で見ると、うん、こんなに人気あるのか、うん、純粋にびっくりします。はいはい、すごかったですもん。U B I でももう満員みたいな感じ。えー、結構大きい、えー、と会場なんですよ。ですかあのす最近やった方だっけ？そうですね。えっとあれは光栄のそう光栄のホ、えール。 PC と PS かな、うん、もう両方やって、すごい人だかりでしたね。グッズの人気も尋常じゃなかったです。<ー> UBI の勢いはすごい感じたっていうのもありますけど、まあ、CG、それ以上に CG にびっくりしましたね。もうだって、2015でしょここここ結構前ですね。はい2015だったのに。イヤー3に今度入るんで、うん、その長くサポートされまだ売れてるらしいって話だから。 びっくりでしたね。それがすごく印象に残ったことの一つではあります。まあ、すごいディートガーニー乗らないけどね。<laughs> オンゴーイングとか、ね。<laughs> オングオイングって、<ー>は,いは,いはい、はい、うん、はい。なるほど。はい。そんなところですかね。じゃあ、今井さん。うん。えー、っとね、いろいろあるけどね。E3 に関しては。まあ、本当疲れてるからね。疲れてると思い出しかない部分はあるんだけど、<laughs> パーティー、パーティーだと。 やっぱベセスダがすごかったからね。ベセスダランドあれ何だったんだろうね、よく。なんかプロモーションになってんのかさっぱりわかんなかったし、ね。やりたかったんだろう,う,うだ中にやりたい人がいたんですよ、ね。酒飲んでましたもんね。だって酒飲ん, <laughs> 飲んでましたよね、まあ。あの場所はまあ普通に飲むみたいな。 日本はさ、ゲームイベントとかも含めてなんですけど、イベントの取材とかみんな真面目にやるんですけど、アメリカとかイギリスとかそんなことないですね。まあまあまあ、そういうイベントを一生懸命やってるけど、飲みながら一生懸命やってる。で、まあ結構いろいろ催しもあって、人は多かったんだけど、なんかカンファレンスはビデオでバーっと終わっちゃって、でカンファレンスは人ギュうギュうで全然入れなかったんだけど、後ろの方から見てたんだよね。で、終わった後に、 あのー、あれだかチェイス・ボーカー,がーズが<ー>全然告知なしでライブ始めて<ー>え,ー、えって思ってで,でもチェイス・ボーカーズが始めて客席が引いた。 聞いたんですか。いやまあそのカンファレンス見に来てた人はいなくなったから。ああなるほど。多分チェーンスモーカーのライブとしては相当人が空いてる状況。なるほど。本当にレアでうんすごい。まあ目当てに来てる人は多分いないからね。いやこれ超ラッキーだなって思って。でなんか泡とかのなんかそのそのライブのスモークとかも結構炊いてるんだけど、バーンとかあったんだけど。あのそのね曲合わせてバーンなるんだけど、なんか客はあまりいない。いないんだ。いないっていうかみんなねまだ ゲームのシューなかったけどね、取材してる感じでいろいろ、あそっか、ステージ終わってからさ、フードが出たんだよね、インナンドアウト・バーガーが出てきて、ウルフェンシュタインの雰囲気の、いずれにしても全然ぎゅうぎゅう詰めてみんな見てる感じじゃなくて、ごく一部の集まったファンがそこで踊ってるぐらいで、なんか、まあラッキーっていうかね、ラッキーなんだけど、個人的には生で聞けて、音すごかったからね、超うるさいんだよ。 いや外ベースの音がブリブリ言っててさ、本場のところでそうういダンスミュージックが聞けたっていうのは面白かったね。もともとあそこは音楽の場所なんだよね。いや、多分映画のスタジオみたいな。でも外だったんですけど、夜外ステージで。まイースリーに関してはそうかな。イベントことは他にも僕はいろいろ、もちろん TBS とも行ったんだけど。 えっっととね、野口くんと一人で行たプサンはプサンは正直今年ってわけじゃなくてもう去年も行ってて、まあ、あのイベントは超面白いっすよ。なんか一回話したかもしれないですけど結構その来てる人が同じホテルに泊まってんだよ基本的に<ー>同じホテルに泊まってるからもうデベロッパーもいるし、はいはい、なんかまあ日本からはまあそんなにインディーのプサンインディーコネクトってインディーのイベントなんで、うん、あのインディーの人しか来てないんですけどまあ せいりさんと2日の晩とも飲んでたんでだかまあそういう雰囲気でしたなんか全然取材っていうかかなりその話してそれでみんなビーチビーチ行くのビーチが近いから歩いて数百メートルでそこプサンのそのなんとかビーチっていうビーチのところのホテルだから夜中にはみんなビーチでみんな酒飲んでるんだけどその イベント行ってくる人たちもなんかお店での食べたあとはみんなとりあえずビーチでずーっと3時ぐらいまで飲んでて <laughs> でいろんな話してそんないたんですね、うん、まあ行ったり帰ったりだけどうん、うん、まあ普通にゲームの話とかばっかっちゃばっかなんだけどかなりそのいろんなとこから集まった人がああいうふうになんか飲んでしゃ,べしゃべってるっていうのはまあ面白いよねビットサミットは実は鴨川なんだけどね ちょうどじもこうビットサミットみたいな。だから逆に言うとビットサミットでクリエイターに会いたいって人は鴨川に行けばいい。<laughs> 会える可能性は大。確かに。外国人が集まってたら大体ゲームデベロッパー <laughs> そんな感じ、うんはい。じゃあ僕はねイ、イベント可能にもなるんですけど、うんうん、え皆さんと会えたんだよね、今回。あの皆さんというのは、えー、IGNJAPAN の読者、えー、またはこう,こういった。 映画のあ、動画のあのー。はいはい

で、ダニエルはどこえー、まあね、ね、もちろん、ね、東京ゲームショウとか東京コミコンだったり業界のイベントだったり、うん、そういったところはもちろんこう考えやすいところなんですけどでそういうところでもあえて嬉しかったんですけど、うん、あとは、はいまあ、まさに E3 だったり、うん、あとサマーソニック。 もう全然ゲーム関係ないイベントで、そういうところはすごくなんか嬉しく、まあ、皆さん、特にこう。声かける人はないあダニエルちゃんっていうの何て言うんでしょうね。ダニエルダニエルかなお、もしかして。 基本的には、えーまあ、場合によってこう、うん、短い時間になる場合が多いんですけど場合によってこうちゃんとお話もできてふだ、はい、会えない人とは、ね、話しての皆さんの意見とか直接きあの聞いてこうコメントだけじゃなくて、うん、声で聞かれるのはすごくな貴重な経験だったなそれはすごくなんか今年の印象の一つも大きくあります。うん、まあ いろいろとねそのうち道歩いてて声かけるのねさすそこまでだそれからあのねあの喫茶店でね隣の人が喋りすぎゲーマーの話をしてるとかあーそうかそういうのたまに実はありますよあの喋りすぎゲーマーとか IGNJapan の記事はどうかとかあーそこでほんとにどこだよゲームショーに行きながら電車だったりあーゲームショーねゲームショーありそうだね俺はその インディー系のイベントだとあの挨拶するとあいつもいじりますみたいな人がかなりいますね。よくあと開発者の方はあの開発しながら <laughs> 来てますみたいな人はかなり<ー>かかいます。会社の中ではあの迷惑の愛人だって。インディーの方だからまあ別に迷惑とかかけてないと思うんですけど、<laughs> あのまあなんか楽しんでもらってるらしいんでうん、うん、ありがとうございます。じゃあ もう一はい。野口さん。次、はい、次。ちなみにこれは飲食っていうのはめちゃいいことだけじゃなくて、めちゃ悪いこと。ああっていうものでも、はい。やべ、この週悪いのは固まってしまう。悪いことね。ああ。悪いことね。じゃあ一週悪いことする。そうだ、悪いことはどうだろうな。やっぱ E3 で言うと悪いことは一つありましたね。 <laughs> あ<れ>あれまた iPhone の話 ?iPhone の話ですけど <laughs>、自分のせいです。わざ <laughs> と自分がっていう。<laughs> 失敗でしかないですけど。ゲームなんら関係ない関係ないです。しょうもない話なんですけどね、ゆっくり行って向こうでその会社の備品でも、えー、と貸してもらってた iPhone を、えー、と2回落としたのかな <laughs> そうそれは ?2 回は素晴らしい。<laughs> 素晴らしい。<laughs> あの、仲いそう今江さんと倉上さんと一緒に行ったステーキ屋さんで1回置いてっちゃって、でそれを、えっ、ー、と、その番のうちに電話して、回収してえっと、その,次のにでもまあ、そういうところでよかったね。本当そうです、ね。あのであの外国でおはい、はい、忘れ物とか落とし物すると語学力上がるよ。ああ、そうだね。確かに、うん。語学力上がるし、聞なんかそのね。 クリティカルな状況をいかにマネジメントするかっていうすごいあ <laughs> いやあれは本当に焦りましたでも1回やると二回目やったらはい、はい、あ、なんとかなるなって思うでも二回やったら,かに <laughs> だからよく勉強になったと思う危,危ない危ないで、翌日電話して取りに行ってで、その後倉部さんと一緒に帰ってきてホテルに でホテルの近くの売店行こうって話になって多分そこの売店に置いてっちゃったんですよね2回目 2> なんでお店に置くちゃうのいや多分なんかレジのところに置いちゃってたらしいんですよ <laughs> でその次の日がもう飛行機立つよっていう日でもう日本帰らなきゃいけないっていう日だったんですが朝の日に、まあ、その売店に行って売店に行ったら店主さんが持ってましたとでなんとか に持って帰りましたって話なんですけど、最後にそのテンションにチップ全部あげて、持ってるかねありがとうございますって言って。っていう悪いことありました。ちなみに iPhone だけじゃないしね。なんかありましたけのあのね、ノブさんが、え、ダニエルちょっと困ったんですけどって言って、どっかでイヤ iPhone は個人なものだけど、昨日のあの IGN の集まりで、 なんかお店忘れたかもしれないですけど、どうしたらいいですかたいて言たて、あいよじゃ後で同じ店にねたまたま行予定あるんで、ちょっと聞いてみるって言って、言ったら、あのもうわざわざねスタッフに探してもらって、も結構しつこくう本当にないのかとか、こういうところに置いたんですけどって言ってて、彼らすごい一生懸命探してくれたんですけどね。かけて どうだったんですかね、野口さん。野口さん、どうなったんですかまさかえっとですね、僕のカバンに入ってました。出たこっちはひどいです。これは本当に申し訳なく思っていて。やっていうことがもう、てんやわんやで、そういうトラブルがあって、もうひどかったです、あの時は。あともう一つ。実際戻ってこなかったもの。自撮りも。自撮りも。 あれはあれは謎ですね。一客的のあれはあなんかも言い訳とあの追求になってる。あれは三脚のバックと一緒に入れてたんですけどね。自撮り棒も持てて。ジもはい。ちゃんとパッキングしたの記憶すごくあります。僕もあります。で翌日ね。開けてみたら。あの日本ついてその三脚のバック開けたらあれ一本ないじゃん。もしかしてさ空港でさ抜かれちゃったんじゃんよ。まあそういう話もちょっとしましたけどどうなんでしょう。まあ鍵はしてなかったんで。ありえなくは。ちなみにねあの。 ちょっと話ははははいいい一歩違うんですけど TSA って分かりますのアメリカのその鍵のそそそううううあああののまスーツケースとかの中に必ずこういろいろチェックして悪いものをつってるっていうやつらいるんですねなていうかだからえっと基本的にアメリカ結構セキュリティからセキュリティのためにチェックしてあのなんか抜かれるんだけどそのために鍵は。 その空港職員が開けることができる鍵じゃないとぶっ壊されるの。そういうかねまぶっちゃけ言うとアメリカ旅行する人は鍵かけないほうがいいです。壊されちゃう。ろくなことがないからどちらにしろ破壊してでも中身見るからやつらど一回これは今年じゃないんですけどね関係ないんですけどあアメリカ行って友達にそっちにいる間にこの。 このチョコレートのもうパンにつけるスプレッド、はい、持ち帰ってくる<ー>チョコレートとピーナッツバターの混ざったやつと、はい、リーシーズなんとかスプレッド買ってきてと言われて、うん、探しますって言ってスーパー行ってあの買ってすごく美味しそうだから、うん、自分の分も2つ買ったんですね、うん、で帰ったら <laughs> あのスイーツケースからいろいろ出して TSA からの手紙が入っててあの、うん、開けましたみたいなやつが入っててお知らせでそのスプレッドを次の,次の日朝開けて食べようとしたら、うん、こう 指ぐらいのサイズのなんていう穴が使い塩あみやったりするなんか絵のそうベロッとテイスティングされてるすげえなそんなことあんの開けてそれを見てはっと思っこれこれまずどうしたらいいか楽しみにしたんですけどもこれ捨てるしかないじゃないですか誰の指入ってるか分かんないしそしてそのモイトパックってさその友達に渡すじゃん送るんですけど こう開けないじゃん普段ね人にあげるものだから逆だったらさ逆にそちらを開けて普通に食べて実際もこうなんてなんか開けられたやつを友達にあの受けたらもう気づかないじゃないですかうん、うん、で向こうはそれを受けておってどういう印象になるか気になる食べようそうそうはめはめしましたいやすごいな <laughs> まあアメリカはね,あ,ねあの最近だからどんどん厳しくなったからね。 うん、靴も脱げとか言われるし、大変、ね、かななかり厳しいですよ。靴 <laughs> のやつはイギリスに回るんですけどね、うん、最近。えー、っと、そう、じゃあ、チーさん,、うん。私、えー、っと、どうしようかな、なんかいくつかあるけど。 まあやっぱショックだったことといえば <laughs> ニードフォースピードペイバックに関するまあいろいろまずプレイがまあ個人的には残念だったっていう一つと、はい、すごい速度で値下がりしたっていうまあ二つダブルパンチを僕が食らったので結構ショック <laughs> すごい速度でどれぐらいのだから僕が買って二週間だったかな 8000円とかだと思うんですけど、そう低価的なフルプライスかね、うん。それがもう価格改定とセールセットになって結果的に半額ぐらいになる。え、価格,週間価格改定を二週間で二週間でしてんの？そう間にある。セールの前に価格改定があるまたまあるの。<laughs> そう8000円が6000円に多分低価なって。<ー>まあそれショックでしたね。まあ面白く、うん、面白くなかったんで正直個人的には。ま まあ、価格下がるのも仕方ないかなっていう気持ちもありますけど、うん、まあショックであることは変わりないですね。早いね。早いですね。バトルフロントもね今半額セールとかになっちゃってて結構だから、e、EA さんはもともと「<coughs> タイタンフォールド」の時とかも値下げ早いなことこって言われてましたけど改めて自分がそこにヒットすると何とも言えない感慨深いものがありますね<笑><笑>、うん、まあゲームだとまあよくあることではあるけどとはいえ結構ね極端分かっていてもやはりショックなものはショックという。 そうですね。まあフルプライスで買って満足できればそこは良か,、ね、かったんですもね。まあ別に安くないです、ね、よね。まあそういう意味でバトルフロントって、ね、大変ですよね。まあ,あ<ー>バトルフロントはどうだフ、ねね、ルプライスで買ってしかもあの一番こうディラックスパッケージとか買ったら フライングでプレイできてそのまま課金もできたんだろうねフルプライスで買ってさらに課金した人いるんだろうね今半額で課金なしで販売されてるんだろうねまあまあそういうもんだって割り切るしかないんだと思うんですけどマイクロトランザクションの話はさこれまでもさこの番組でいろいろ言ってきたけどやっぱそういうトラブルのもとになって最近だとさリリースしたけど一旦あの サービスが停止になったりする場合、リリースした時点で課金しちゃった人は結構どうしようもないみたいな。なそもそも日本は入ってないパターンもあるからね、シャドウブ・オーみたいな。シャドウブ・オーはね、本当に、ね、<laughs> 課金を切ったっどどどこどこ。どこに課金すればいいんだよってところはあるよ、本当。<laughs> でもその最近実装された対戦モードはやっぱ課金しないときついらしい。ああ、対戦だから話によるとその対戦,対戦だからね。 コンテンツだから対戦だからね。実際どうなのこれ。だから本当になんか多くを揃えたいみたいな変な欲求が無かったらいらない。いらないっていうか。なんか単純な話、単純な話あのゲームそんなむまあ難しくなったとはいえ難くそんなに難しくはないんでなんかレなんか難易度下げちゃうかなという感じがするね。でも来年以降もね。そう。課金りは多分話題になる。マイクラのアタッチメン問題はね。まだまだ。セイラももはや。 家庭用のバンバンやるし、そんな問題にはならないと思うんですけど。課金はね。どうでしょうね。これからも続いていく。問題じゃないかなと思います、ね。はいはい、あ、もう一個あった、ニードフォースピード。バックはい、あのゲームって。<し> <laughs> このゲームの愚痴しか言ってない。<laughs> <laughs> <laughs> あのゲームだけじゃないんですけど、あのゲームって。あの、クリア報酬、まあ、ミッションクリアしたりすると、カードが手に入るんですよ。 カードね車を強化するカードが手に入るんですよ車を強化するパーツだろって話なんですよ俺はカードじゃなくてねなんだろこれっていうじゃあカードにパーツが書いてるんですかそうです分のパワーが入ったカードでもカードは他のゲームにも家は他にもやっててタイタンホールもやってるしバトルドもやってるなるほどバトル元何なんだこれはバトルドは何カード スターカードとか名前はスターカード。何がついてるのモッドみたいなものです。パークク、パークみたいな感じじゃあ次は、あのね、コール・オブ・デューティもそのうち。ウェイアウトとアンセムとか危ないから。ウェイアウトとか。あのゲームアップグレードとかアンロックとかあんのないでしょ。いや、わかんないよ。あのね、人怒るよ。ファラスさんファラスさん監督が。っていうのがありましたね。 いやあれはね、ちょっともうちょっと見守りつつ、家が何がしたいのかっていうのはね、聞いてみたいところです正直、なんでカードなのそうだよ。おかしいんだマイクロトランザクションにやっぱり合ってるから、やっぱり日本のガチャの影響とか受けてんじゃないかってぐらいに思っちゃうからね。やっぱカードだと下がるんですかね、心理的な証拠。カードだと集めたくなるとか、コレクションに行くとか、その課金したくなる。 そうは思えないんだね。まあ、そういう。ニード・フォース・ピード・ペイバックは、ちなみにカード合体させて、新たなカードを作る合成。そういうの完全にそう、その文脈に乗ってるんですよ。でも、ガチャはないのあるよ。あるんだ。トークンを消費して、カードを引く。あ、ガチャ。レースゲームだよ。ガチャ。ちょっと納得いかないですね、そこは。だから、まあ、いろいろ印象深いゲームですわ。なるほど。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ちょっと、ついでに。はい。 あのひみんな一人一言だけ、うん、あのチーフさんも言っちゃったんですけど、はいえー、今年のがっかり作。 ゲームですひと言だけちょっとさ探さないとな。がっかりね。じゃ私ワンツースイッチにする。ワンツースイッチはずっと軽いゲームじゃないんですか軽いゲームなんだけどね。しかもずっと待ってるわけはなかったじゃない1月に発表されて3月発売だったからそういう意味ではずっと待ってたゲームが悪かったとかそういうんじゃないんですけどあのゲームってもったいないっていうかね。 家族で楽しく遊べるはずのゲームなのにそうですよねでちょうどまあ今あの ign japan のベストまあゴティとかベストですとか今いろいろ組んでてその中でファミリー部門ありましたファミリーゲームねベストファミリーゲームの部門があってそういうところも勝つはずのものじゃないですか勝つじゃないけどまぁ少なくとも数にはあの浮いてるゲームですよねだけど正直ねあの うちの娘も5歳なんですけどその当時14歳だったんですけどほぼほぼ興味なくてその中に赤ちゃんを寝かすゲームそれだけすごく大好きなんですけど子供がそれ以外は子供にはいろんなゲーム理解しにくいとかやりにくいとか大人でもちょっと簡単すぎて楽しくないとかまあちょっとねもうちょい。 力入れ欲しかったなそして今でもアップデートとか欲しいなとたまに思ったりするなのでニンテンドが今年なかったのなかったと思うニンテンドってさ今年すごく強かったんじゃないですかいろいろめっちゃレベルの高いゲームばっかり出しててそれだけが落ちちゃったいやそれはまあそれだけっていうとちょっと違うけどまあ微妙なやつはファーストで言うといやまあアームズがあるかアームズアームズ結構でも 完璧じゃないけど完璧でもないしやっぱちょっとまあ弱かったんじゃんうんアームズでも結構好きだしまだ楽しんでる人結構いると思うああそういえばジョイサウンドのああジョイサウンドスイッチスイッチのカラオケアプリがね出ててて今週末無料プレイズったんですねそのがかやだなやっぱり We You まだ打っちゃダメだなと思ったなんかダメ全然違うんでしたっけ全然違うそうなんだ スカイネック。スカいうか、どっちかというと Wii U の使いやすすぎて。ゲームパッドが。あれ、実際カラオケでやるのと変わらないです。だけど、見た目も超かわいらしいし、超ニンテンドっぽいとか、ミーが入ったり。そういうところなんだけどね。まあ、いや、別話になるます残念。がっかりするほど期待したゲームがないわけじゃないけど、悪いもんやってないからな。 なこち,うちょっと不安かなと思ってやったらやっぱだめだったっていうのは普通にあるからそれだったらまあつい直近でいうとまあこれレビュー書くかもしれないんですけどえっとまあそうそうそうちょっとこれはもう大きな話でとでいだったんです知らなかったっけど <laughs> へえとか言ってへえとか言ってシューティングゲームの年なんだよだってどう考えても多くて。<laughs> 東方スイッチ出たのは、スイッチはそれの二次操作もね、スチームで出たのは東方本家出たね、それは別に毎年出出るから、あと基本的に M2 さんがいろいろね、ショットトリガーやってるし、あとは赤とブルーとかスマホもあったし、あとは結構スイッチはそれこそ昔のやつがね、 出たりねまあそれはなんかあの工藤さんに書いてもらってる記事にもあるけど、うん、まあ結構ねシューティングゲームは豊作だった、うん、あの移植、ね、者数が多いけどね、うん、でその中で、えー、とこの年末にですねえっ、ー、とガルチさんから出た、まあ、ガルチさん開発の、えー、と新作のシューティングゲームが「ライジン」っていうのが出たんですけど、うん、これはスイッチ戦用まあ本当は最初スチームで出るっていう話聞いてきた気もするんですけどまあ、スイッチの新作よ、うん、全く。で まあ新作のしかもインディーじゃないえっとシューティングゲーム出るのって何が前かなカラドリユース、まあ、ラ,イライデンかライデン5かな、うん、以来まあまあまあそうそうまあ1年ぶりぐらいだよ言ってもそれぐらいしか出ないのそのインディー以外だと結局まあ出ないわなまあ出ないわでもまあ先コロあンじゃん 千コロか千コロちょっと2ってあれ1.5ぐらいなんだよとそこがちょっとねまあまああの供給は限られてる限られてる千コロも出たのよかったんだけどまああれストーリーモードとかは前のやつのまあ焼き直しっていうかなんでまあとはいええとまあ完全オリジナルがかなりすごい珍しいんですけどまあその上でまあちょっとやっぱりシュージングファンとしては嬉しくなったりしたりしたもんいいんですけどあんまりとても面白くはなかったんで。 あら。ね、えっとまあいろいろ言いたいことあるのはあのレビューで書くんですけど、まあなんか新しいことをやろうとしている部分はすごくわかるんですけど、まあやっぱり結構基本的なシューティングゲームの面白さ部分はちょっとうまく載せられなかった感覚ありますね。で逆にそのちょっと残念って思っちゃうのはあの例えばそのイラストレーターにスメラギ古白さんを使うとか、あと音楽こしろゆうぞうさんとか、まあ結構その周りのクリエイターはすごい豪華なんですよ。うん、でまああのシューティングゲームにこれ くらいお金使って作るってことはすごく珍しいので、うん、珍しいっても最近できないので、うん、あのまあすごくうそういった意味では嬉しいんですけど、まあ内容がまあやっぱ <laughs> やっぱあのシューティングゲームって見た目じゃねえんだっていうのはぶっちゃけ思っちゃいますよね。<laughs> うん、あのそのゲームプレイのところがやっぱ面白くなかったら、うんもったいないっていう気分になります。るほど。まあライジンって作品ですけどね。なんかうんいやまあいろいろいい部分もあるんですけどね。 レビュー掲載予定と。レビュー掲載予定ですね。もうチェックしチェックする意味ないしね。もうもう分かっ。行っちゃったから。あのどういうふうに判断するのはもう皆まあそうそうまあ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 でもまあやっぱりそのいかにダメかっていうところをいかにダメかっていうとねあの悪いこと指摘してるだけでまあまあ逆に言うとシューティングゲームは何が必要かっていうことは逆に書きたいかな。まあそういうのをやるとまあ他のシューティングゲームの良さっていうのはどこにあったかまあ逆にはっきりする部分はある。 当たり前だと思ってたけどこれは重要な要素なんだと初心者向きに作ったっていうのは今回かなり強く言われてるんですけど初心者向きでもそういう形で初心者向きにしてもやっぱり面白くはなんないんだなどある意味実験してくれたのは本当感謝するというところはい僕一つ思いついたのががっかりといことじゃないんですけど「とデスティニー2 前作でちょっとがっれちゃったんですけど、まあ、今回はそこはちゃんとカバーしてくれて,て、まああの最初のリリースからだいぶボリュームもあるしやれることも多いしいっていう部分だったんですけどやっぱゲームプレイあんま変わんないなと。 <laughs> でもそこをそこ変えたっていう感じはしてないでしょーーあでもちょっとした気がするんですよねまあい,いやでそのストーリーストーリーもちゃんと入れててキャンペーンとか前作はい、はい、まあ一応前作あったんですけどまあふわっとした感じで今回 <laughs> ちゃんとストーリー入れてて、まあ、そこは割と楽しめたんですが <laughs> あのエンドコンテンツに関してはもうほぼ一緒だなっていう印象を受けちゃってであとはその結構僕ソロで楽しみたいっていうかまあ一人でできればガツガツ進みたい人なんで、うん、あのレイドモードとか。 あるんですが、はい、ああいうのが協力前提みたいな、協力前提だのはまだいいんですけど、あのマッチメイキングがないんですよね。要はフレンドを集めるかいけないと。うん、あ、そうなんだ。で最低6人だったかな。うん、えマッチメイキングがないっていうのは、えっ、ー、とマッチするようなシステム。うん ランダムマッチングみたいにいわゆるそういうのがないとでない作ってますじゃじゃあ,じゃあ実際のフレンドのみってこと、ね、そうですフレンドを招待して、うん、ファイアーチームっていうチームを結成して,行こうっていうまあ多分それは一応結構やろうと思えば、うん、簡単なことなんでその,そのこだわりなんだろうね友達とやりすね。そのこだわりが でもまあねディスニーやってる友達ね探すの大変だわねそう6人が意外と多くて <laughs> <う> <laughs> 6人多いですよ3人らいないまあ、まあ、たまにだから、えっと、僕やったのが3人友達集めてうん、うん、で4人組んで残りの2人は、まあ、ノラというかそれこそフリー2プレイのゲームだったらはい、はい、ともかく、ね、フ,ルプライフルプライスのゲームもねちょっと1回やってみようよって言って買わせるわけじゃなかなかいかないからね かなりレベルとか上げなきゃいけないから、うんまあ、本当にいい、ね、本当にあれはエンドコンテンツなんで <laughs> え。それはでも一緒に手伝ってあげて、いわゆるパワーレベリングをするんじゃないですか。ああ、でもそれがしにくいんですよ、ね、ゲーム。かなり難易度高くて、レイドになってしまうと。<ー>だみんなその攻略のルートとか頭を叩き込んでやかなきゃいけないんで、なるほどまあんまり初心者っていう、初心者を導くようなやり方はちょっと難しかったですね。うん、まだデスニー2の、うん、DLC とかでいうと、カーソーバーサイルスとか、あの、 それを購入しないと本編にあるこうレイドとかに参加できなくなるとかそういった問題があったんですね。ああ<ー>ありましたね分。分断ってことですね。分断されてしまうようなことが多い,、はい。分断されて、バンジーの方ではじゃあちょっと変更しますって言って、パのチチ中みたいな感じなど <laughs> なるほど。まあでもディスティニーっていうタイトルはさ、ある意味さ、まあ、かなり他にはない経験を作ろうとしてるわけだから、なんかあれは。 なんかその開発者側とユーザー側が同じ理想を <laughs> 持ってなかったら実現できないんじゃないかと思うんですよね。<laughs> まあ確かにワンの時はなんなか作ったコンテンツががががとやっちゃってあっという間になくなっちゃったみたいな感じだったもあったしそうですねなんか逆に開発者はどれどういうテンポでユーザーに楽しんでもらいたいのかっていうのをまあ伝えるのが難しいから。 みんなやっちゃうからねそう先にどうしても進んじゃうから <laughs> うかでだからアップデート待ってる状態みたいなの続いちゃうとかああれも難しいと思うまあでもあのスタイルは続けていく点は全然不満ではないですね でもそれは逆に言うと開発の速度をああして本当にテレビ番組のように毎週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 そういうと聞こえがそういうとねそうなんですよやるほかないんじゃないのまあだからそこどうお会するか分からない月刊ディスニー2とか月刊ディアゴスティーニみたいなディスティニーみたいなまあバラ売りしてほしいけどバラ売りしてほしいけどでもまあそうででもしなかったらその継続的に楽しむってのは結構難しいですよねその対戦のマルチのゲームは適当に遊ばしてけばいいんだけどう はいそうじゃないのね確かにそうなるほどじゃあいきます今年 VRVR に関していろいろあったんですねあのなんかちょっと去年ちょっとバブルとなっててさやっとこうハードが購入できるようになって手に入れるかどうかと変わったんだけどでさらにこうそのあ話題話題性がちょっと落ちちゃったんじゃないですか今年だけどだけど逆にええ源泉 アーケードで VR できる空間がすごく増えてるんですよ<に>ね。去年もあったんですけど、今年は特にやって、あのあの,マッチのあのアーケードのトップフロアが VR センターになってるとか、結構最近多くなったり、で私、その中で、まあえー、新宿 VR ゾーン、うん、ー去年のお台場だったんですけど、えー、新宿に移動してさらに2倍ぐらい大きくなって、その中でマリオカート GP、アーケード VR。うん ができてなんかすごく嬉しいななぜかというと VR はやっぱそうハードは高いけど普通の手,の手には入らないじゃないですか、うん、しかも,もう相当マニアじゃないとそんなにお金もかけないしはい、はい、場所もかかるし、ね、PC や PSO のスペックも低かっかたらもうプレイできないし、うん、だからアーケードはアーケードに置,く置けるべきものだと思います、まあ まあ、アーケード向きだってことね、うん、そうですね、うんまあ、当然そうだろうね。うん、で、その中で、マリオカート VR、今年プレイして、非常に印象になりました。楽しかった楽しかった。ていうか<も>ゲ、ゲームとしてはそこまで楽しくないというか、すごいシンプルなバージョンですね、マリオカートの。まあ、割とこう、まあ、アーケード版と同じくこう、えー、ファーストパーソンとなってるんですけど、まあ、コースは短いし、毎回同じだし、うんまあ、そんなこう、難しいゲームでもないんですけど。 きのこ王国の中にポンと入ってさ周りにこう相当でかいクーパーが目の前にいたりあのいろんなこう、えー、ドススドスとかス、ね、あったりして、うん、まあそういう、ね、没入感はすごいんだし子どもの頃からずっとこうプレイしているゲームの世界に入るのは相当うれ、まあ、しかったということころなので似てるようなものを今後いろいろ 今は普通の人ができるようになってるでしょもしかしたらねアップデートするかもしんないまあでもコースとかは増やすんじゃないのさすがにまあ今だからね他のコンテンツもいろいろ用意されて、まあ、VR ゾーンはなんかその東京以外の場所にもね作ってるからね、はい、なんか多分皆さんも <laughs> お近くで体験できるぐらいがねうん、うん、結構高いのがねあれ,あれ めっちゃ高いぞハードほど高くないけどゲーム1700円でもなん0円で1000円としてあっいやあのねお台場だったらだね七百円からぐらいだったんですけどあだいたい千円以上で1000円以上するすごいパックとかで販売んチケットあるんですけどまあだからゲームセンターっていうよりも遊園地のアトラクション行く感じでそうですよねまあなんかジョイポリスみたいなジョイポリス まあなるほどういうう増えたらガンガンに安,安くなるかもしれないしまあもうちょっとねあのどれぐらい人が入ってるのか俺もよく知らないんだけどあまあでもお台場の場合はずっとこう満員だったよね満員っとかてか予約で埋まってた予約は多分34週間ぐらい前までには、うん、わすごい特に週末だったんですけ、ね、どまあなんかね逆にでもさそういうアトラクションって言われるとなんかゲーマー的にはなんかなんか 行いや公演も出すしいろいろ出すんだけどんていうかそのあれだよねんかそのゲームってさ基本インドアのもんじゃんビデオゲームはねだからんかアトラクションっていうと意外とアウトドアじゃんデートとか言うならばだから一人で行くかって言って行かなくないああ友達と行っても人で行くのはちょっとあんま変わんないゲーセンを一人で行くじゃん もうゲーセンは一人で。むしろ人一りで行くと迷惑かける感じがする。ゲーセンは一人で行くんだけど、だから、そう考えたら、あの。絶対自分でいつか行くかっていうの、あと、うん、まあ、あまり行かないだろうなって思うから、だから、誰か、あの、これ、いいだ、しっぺがいた方が良くて。今度行こうぜって。やり、たがりみたいな。並ぶ時間長いからさ。そう、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 そう。だから、こん、今度行こうぜっていう、なんか、強引な友達がいた方がいいよ。はい、はい、はい。なんで。じゃ、あの、われも、誰かが。言い出して。 ややりりたたいいエヴァに乗るっていうそういうはっきりしたファンが友達作った方がいいですねまた一人でいてスイッチを持って行ってさ並べながらそこはなんかゲーム好きすぎてちょっとやばい感じスイッチそういえばスイッチの話また別にいなしたじゃんさあそうスイッチのイメージ実際出てきて実際出てきてスイッチは散々してると思うんですけどまあなるほどね VR アーケードね はい、まあこれでもまだまだねあの発展の見込みあるからねあのこれは来年もね、うん、多分いろいろま,まだまだ変化がバンバン新コンテンツに来ると。思う、ね 確かなんか匂いとかありましたもんね。あれよくわかんないですよ VR センスっですね。あれはもう始まってる PS4 ベース。にオでやればいいよね。におうのにおい。だだな、におのにおい。あの VR センスはどちらかというと結構カジュアルっぽく作るんだと思うよ。まあでも既存コンテンツを使ったものが結構あるみたいで。 なんか戦国ローラーコースターっていうちょっとよくわかんないのあるよねローラーコースターのなんか戦国武装のキャラクターが出てきて戦国武装のキャラクターが出てくるんだよなんかよくわかんないでしょでもまあこれね意外とねやっぱりここは実は光栄さんらしいなと思ったのは女性のファンがねやっぱ結構ねいるんですよ武将みたいあなるるほほどどな女性ファンいるしあとその多分今後その。 いわゆるだからサマーレスみたいなのあるけどその女性向けのコミュニケーションゲームはかなりパルマだっけ、うん、パルマ。その辺は俺実は俺実 もともとさアーケードって場所はそのいわゆる家具系とかはさ男ばっかだけどさプリクラとかさクレーンゲームって女の子多いじゃんア、まあね、ゲーム多いしうん、うん、でなんでかっていうとさっき言ったとやっぱりインドよりアウトドアっぽいし友達とやるっていう意味では結構女の子同士が行く人が増えるんじゃないかと思ってる,なるほど VR のアーケードに関して、うん、確かに。なんでプリクラとかとうまく合わすとかなんかん自分見たら相手の顔とかがそのそのいろいろデコレーションされてるとかうそういうなんかリアルとなんか合わさったような。 体験が多分いいいんじゃなかって思ますあとなりきりたいっていう願望も基本女性的なもんってされるじゃん。ああいはでそういうのもさ VR 使っていろいろできそうだし確かになんか今2.5次元ミュージカルとかあるんだけどそれの見るだけじゃなくて中に入る中に入ってう自分も一緒に歌えるとかねそういうのもありなよね。はい。じゃあ今井さん最後の一つある 何一つでだってもう大体数はね数あそっででそれでまだコメントありますよなんかねじゃありますしたいのえっとねまあじゃあ今年でまこれもティーの時にもいろいろあの話出ると思うけどまあえっといろいろあったの中でやっぱインタビューは今年も僕あのいろいろありましてまあ有名な方々からまあインディーの方々までまあ小島さんのインタビュー来たしたら昨年か。 いや今年1月だと今年かあれも今年か小島さんのインタビューは動画になってますけど一緒にダニエルと2人でいて前小島さん行ってこうやって喋ったんですねあのオフィスは2人で見てるから非常にねすごい体験だったねあのオフィスはやばい2人で持つなよ2人で共有してくるここは知ってるけどお前ら知らないいや動画見ればいや動画見ればいやでもまさしくああいう感じでああいう感じじゃないですか すごいよね秘密基地みたいな本当だよね <laughs> でまあ小島さんにインタビューしたの僕初めてだったけどいやのその前にインタビューしたんでしたっけいや僕がしたのは初めてだと思ういや一緒に行ってたっけあそこのなんとかのイベントで <laughs> いやわかんないけど <laughs> まあでもい,いやともかくすごくなちゃんとしたのは初めてだったと思うんだけど、うん、まああのまあ小島さんの印象っていろいろメディアにいっぱい出てるからみんな持ってるかもしれないですけど僕の中の一番の印象はやっぱりね 関関西西人人っていいいう雰囲気すごくねイメージななでもね小島さん喋ると関西弁なんですよ基本実際あっちの方の生まれだし確か神戸かなだと思うだから僕も関西の人なんでどちらかといえば非常にそれはすごい喋りやすかった話してる内容はいつも小島らしい知的であの面白いこと言う人なんだけどなんかね意外とねあの親しみがある あの喋ると全然嫌味なところが出てこないです。えー、文章にした方がちょっと嫌味っぽくなっちゃうところがあるんで <laughs> 小島さん、あの喋ると本当にあの親しみがあってあ映画の話すると楽しいなって単純に思いました。単純にもっといろいろ映画の話とかしたいなと思いました、ね。えーっと出身ですかウ,ィウィキペディアによると東京の世田谷区にあれなんですけど。まあ、関西にね 中でいいたのかで分かんないよ、ね、詳しくは <laughs> またご両親とかちょっと分かんないです <laughs> 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 まあそれであとはですねえっ、ー、とほかにはえっとインタビューでここ、えー、と記憶に残ってるのはまああの東京ゲームショウの時はいろんな機とかいろいろ来たんですけどえっ、ー、とまああれですね <laughs> えっと初めて会ったのはあのバルハラのスケワンゲームズ、うん、まあベネズエラから初めて日本に来てたってことでまあ どういう人だろうってうことはなんとなくあのネット上でも知ってたんだけどまあょっとに、うん、んでなんかなんかまあそのゲームを通してなんかなん内容は知ってたんだけどまあなんかそこまでなんか世界と接するのが初めてだっていうのはすごいあの話してすごい新鮮に思えたし、まあ、その後もかなり日本に滞在してたんですけど、うん、すごく。 ベネズエラに比べて日本がいい街だっていい年だってまあまあ当たり前といえば当たり前なんだけどまあなんかすごい境遇でゲーム作ったんだなと思いましたねなるほどなんでまあそういった意味ではまあ東京ゲームショーはそのインディーも含めて結構その海外から来る人はなんか対策の発表はなくなったけどまあ結構そのインディーレベルだといろんな人来るようにはなった感じはしますねビットサムってそうだね 逆に,逆にその大きなタイ,タイトルがあんまり出なくなっちゃったから今年は特に今年はそうでした、ね、今年はもう、はい、モンスターハンタードル以外は、まあ、こう超でかいト AAA 的なものはそこまでなかったんですよ、ねうん。あと、まあ、海外のタイトルはまあ以,前から以,前以前からどんどん減ってきたし、まあ、日本で発表することはあんまなくなったじゃん E3 に比べて。なんでその 今東京ゲームショウのなんかアイデンティティってまあ結構よく分からなくなっているからまあ基本的にはまあスマートフォンのゲームが多くてあとはいろんなあのプラットフォームがあるけどまあ一つはインディーもちゃんと少しブース出すようにしてるじゃん。うん、であとなんかあのアジアなんとかスターズとかさその、はい、外国系のやつ出すようにしてるけど、まあ、そういったこともあってなんていうかまあ 結構多様なんだけど、まあ、はっきりはしないけど、まあ、個人的にはあのアジアの人たちが来るのは僕は結構面白くて、く、ま、て、あ、全然有名じゃないゲームが多,多いんだけどね、うん、まあとはいえなんかプ,プレイステーションもあの今年からその中国産韓国産、うん、のゲームを結構パブリッシュ始めてるんで、まあ,あんまりよくが出来がよくなかったりするんだけどュ竜伝説とかですね、うん、流伝説とかガングレイブもそうだけど <laughs> あれも基本的には TGS の頃にいろいろ発表はしてましたね。 ビットサムテナいのところもすごく好きですね。もう直接こうクリエイターとお話ができてたから自分のブースにいる場合もいるあ,あるし、あのなんていうまあ、普通にこうメディアとしてのインタビューだけじゃなくて、どのユーザーでも直接こう声かけるのはすごくいいだと思うし。そ、うん、それこそ ビッドサミットだと本当に須田さんとかも普通にいるからね。そうです。須田さん、今年もうちらのビッドサミットステージにも参加してくれましたね。なんか須田さんもいいらしいし、イガラスさんもその辺歩いてますし、すごい目立ちます。あのステージめっちゃ楽しかったな。いや、あのステージは、ま楽しかったね。クイズバトルなんでしたっけセキララクイズクリエイターとあインディの大御所の人と、 インディーの若手の人っていう形で、五十嵐さん、須田さん、あと誰か一人、もう一人。えっと、ギガレッカーズのお二人と。あ、と、えっと、東京ダート。じゃあ、22か、22か。そっか、じゃあ、えっと、ベテランさんは須田さんと五十嵐さんか。 それでいろんなこうねスポットでこ,うこのテーマに沿ってゲームの企画1分以内で作ってくださいとかそういったむゃなことを言ったりね彼、ね、<laughs> らのこう答えとかまあいろいろなんていうこうすごくなんていう前向きでこうポジティブな感じで参加していただいてすごく面白いこう内容あのいろいろあの考えて言ってくれて相当面白かったなまだ見えますよね皆さんあのぜひぜひネットでチェックしてください。そうですね あれは面白かったですね。うん、まあ意外といい番組作れたかな。ということで、まあねうん、他にもいっぱいいっぱいあったんですけど、うんえー、時間はあれなんで、皆さんのコメントに行きたいなと思います、はいいえー。いつもしゃべりすぎゲーマーのコメント一覧でコメントを残してくれると嬉しい。と思います。<laughs> すけど、先週のやつをね、さっき3枚入れたんだけど、出てきちゃって、ここから読もうか。先週のやつも混ざっちゃった。えっと、ありました。あります。おー、なんか、あの、イヤホンと同じパターンなの。実際、忘れる口忘れちゃうんすよ。はい、では行きます。これ、えっと、先週の普通お歌ですね。先週はどういうの。 リニアなゲームとかあ,<ー>あと DLC の話とかしましたえっとアジジさんからいただきました、はい、ありがとうございます、えー、発売されたソフトはまず発売直後に評価されるべきってのはわかりますと、えー、追加で作ってますって言われてもそれがいつどうなるかなんてわからないという話でしたまあこれは DLC が出るから DLC というかあのアップデートとか であの作品がガラって変わった変わ,変わった場合のまあ評価はどうするのかっていうのは話を先週したと思うんですが、はい、それに対する答えですね。非常に難しい問題ですかね。はい,はい。はい、えっと次の方、はい、えっとワカポンさんからいただきました。おありがとうございます。えー、時代に逆らう。<laughs> そうですね。パポン。<laughs> 時代に逆らうようですが <laughs>、えー、どうしてもリニアなゲームを好んで買ってしまいます。わかる。 終わりがあることで気持ちよく次のゲームに移ります、えー。マルチ主体だったとしてもキャンペーンモードで満足しますということです。まあ、確かに。うん、まあうちは,もはやむしろリニアーゲームを好んで遊ぶ方が多いと思いますよね。IGN その時にリニアじゃないってのは、うん、マルチエンジンとか、マルチプレイじゃないと,ないとシングルプレイというか、そうそうあシングルってこと多分そうだと思います。多分この場合はまあ僕も割とヘイローとかそうなんですけど、 ヘロもあれマルチとキャンペーンあって僕も割とキャンペーンだけやって終わっちゃうタイプあイそうですか、うん、まあシューターはね両方あるからまあヘロのねソロキャンペーンめっちゃ強かったんですけど、ね、そうですね面白かった、ね、マンでは次の方いこうと思います えーっとムーニー・ムーミンさんからいただきました。ありがとうございます、えー、最近のゲームは、えー、オンライン協力プレイを入れがちでそれ前提のバランス調節がされたりしがちなのが嫌ですで、ね、マイペースで楽しみたいのに、えー、ソロが終わったかじゃ,ったじゃあもっと楽しい協力プレイだぞと押し付けられる感じソロのまま楽しみたいのにそれ以上のコンテンツは4人プレイ用の難易度だとかという話でした。 押し方だよな、なんかーんゲームによるんですけど、すごいしつこい場合あるんじゃないですか。はいはい、それは本当にありすよね。確かに、まあ最近多くなってきた気はします。うんうん、はい、これ以上になります。ありがとうございます。はい、ます今日は質問はなく、今日質問なくです。なるほどね。ということですね。まあえっ、ー、と今年の IGN Japan の Game Awards やなどいろいろね、あの年末コンテンツまだいろいろ出す最中で、Game、はい、Awards はね、あのもう え部門とかいろいろ発表はしているんですけど結果はえ12月31日に掲載しようと思ってましてあのまあでも非常に面白い一年だったんだなとすごく思いますね。なんか世界のそのえ社会とか政治とかいうと結構ひどいこといっぱいあったんですけどゲーム映画こうエンターテインメントとかそうポップカルチャーが非常に盛り上がった一年だった気がしまして。あのー 最高ででしたまだ終わってないすけど最後の1週間ですべてダメになるわけありますかまあありますかねあもう出た分は価値があるからもうそんなに悪くはなんないと思うけどねそれがね作品とかのいいところまあ皆さんの2017年どうでした知りたい教えてくださいあの先ほど言ったあれですね2017年一番印象を受ったゲームエピソードうんあのうん なんでもいいかな。びっくりした。びっくりした。あれが帰ってくるなんてびっくりみたいなね。もありますよね。あります。ロックマンとか。ニュースで言うと。でもどうあんまりびっくりしなかったな。なんでなんでかな。まあ一応年的にはまあキリ三十周年の発表ないやそのパッケージの。 一緒に発表されたからあどっちもみたいな11が出るってのは今あまりリアリティがない子供の頃に4とかだった感じだからそうそうすごいリアリティがあんま立ってない小学生ぐらいの子供が成人しちゃったみたいな感じでつまりが多いお前でも昔のロックマンと一緒なんかなみたいなよく分かんないじゃないですか まあ、ということで、あの、今回最後まで見てくれて、そして、今年の最後まで見てくれて、ありがとうございます。皆さん、本当に感謝しております。また、2018年でガンガン、ガンガンね、番組を出しますので、もしかして、一日あたり <laughs>、そのぐらいで、まあ、休み中で、えっと。ゴーティーについて、ゲームオーダイエーについて、いろいろ語ろうと思ってますので、次はそちらになります。 えー、ということで、また来年まで、はいえー、チャンネル登録、はいえー、いいねとか <laughs> コメントとかいろいろくださいということで、<う>最後の依頼になります。えー、また、えー、来年も待ってますので、よろしくお願いします。また、バイバイ <laughs> バイバイいお年を